こんにちは田中雅美です私ですね、えー、フリーランスで構成作家や、えー、ライターリサーチャーなどをやらせていただいてるんですけれども、えー、今日はですね「人は暇だから悩む」っていうテーマで語らせていただきたいなと思っていますえっとですねまあ最近 X とかの、えー、ポストで、えーまあ、たまたま目に入ったんですけれども えーまあ、なんかその方が、とあるインフルエンサーの方が、えー、沖縄に移住された方の動画を見たと。で、その動画を見たところ、まあ、東京から、えー、沖縄に来たものにはいいものの、なんていうかその、やることを見つけることに、えー、今、ちょっと苦労しているというか。あの、まあのま ゆったりした生活をしてるときに、時々、どうしたいんだろう、自分みたいなことを考えてしまうみたいなことを動画で言っているということをまあ目にして、私も実際その動画を見て、その動画をネ,ネ,ネタにして、投稿、ポストしていた方は、暇だとえちょっとね悩んじゃうところがあるんじゃないかなみたいなことをおっしゃってたんですね。 で私もああ実際そうなんだろうなと、えー、それを見て思ったんですねその動画とそのポストを見てでその他のポスト他のインフルエンサーの方も、えー、実はそのなんで人は、えー、メンタルを病んでしまうのかその理由は大抵暇かお金がないから、えー、自分の置かれている状況と、えー、そういった部分は、えー、切り離して考えないともしかしたら でいるかもこれまあそあとそういったあとアベマプライムでしたっけ選択的無職っていうことをやられている方がいらっしゃるらしくてでまああのーまあ、毎日配信活動をしているのがすごく、えーまあえー、大変っちゃ大変でやることを見つけるっていうのにちょっと苦労しているというか、まあ、結局それって働いてないみたいな。 <laughs> ことも出演者の方から言われてたんですけどまあ僕もそれらの一連をたまたま同じ時期に目に入ったからあの見て思ったのがやっぱりえまあそうなんでしょうね人ってやっぱりまあ今ファイ e とか流行ってますけれどもまあ結構その一度ファイヤーとか僕ファイヤーしてないんで <laughs> あの一概に「どう?」とか言える立場じゃないんですけれどもまあ そのいった例えば一般的にファイヤーすると、あのー、時間に余裕ができるって言われてるじゃないですか働くしそんなに悪性が働く必要がないので、えーまあ、そういった一度状態になってしまうというなってしまうと、まあ、逆にその暇であることから何というか余計なことを考えてしまうっていう本来必要のないこと 考える必要もないこと考える暇すらなかったことまで考えてしまってちょっとメンタル的にあのよろしくない方向に行ってしまうってことって僕実際あるんじゃないかなとふと最近思っていますえなぜ僕がこのトピックを取り上げたのかということとなぜ最近そういう思うようになったのかっていうのはもう実は理由がありまして、えー、まあかくいう僕自身もまあ昨年ぐらいまで というか、まあ、今年の春ぐらいまでは、まあ、結構アクセクアクセクではないですけれども多分他の人からしたら全然休んでるとは思うかもしれないんですけれども自分の中では結構頑張,頑張っているというか、まあ、働いてきたのかなとは思っていたんですねというのもあの結構、まあ、僕あまり生活できてない時期が長かったんでえー、まあようやくそのまあ こうやって自分で部屋とかを東京に借りて、えーまあ、こういったガジェットとかも買うことができてっていうような生活を、えーまあ、ここ数年でやっと、えー、できるようになったので、まあ、全然あの余裕ある感じではないんですけれども、まあ、だからなんとかお金だけは頑張って貯めようかなみたいな、えーまあ、いつそうなるかはいつまたこうってフリーランスの波があるんで。 落ちていくかどうかもわからないから。ええー、うもあって結構あの働いてきたつもりだったんですけれども、ま、そのおかげで、まま、ここ数年はそんなこう,こう上下するような感じじゃないんで激しく。でまあどちらかというとこう緩やかにちょっと上がっていったり、まあ、それが現状維持かっていうような感じだったんでまああんまり、えー、お金を使うこともなく、えー、逆に結構あの まあ毎年毎年えそれなりえ思ってた以上思ってたぐらいには少なくとも貯めることができたんでえなおかつちょっとした資産運用もしてるからえまあ正直今年のまあ春とかそういうぐらいをメドにそんなにこのあもう23年ぐらいは大丈夫かもしれないというような状況になったんですね正直な話をさせていただきますとえなのでそうなってくるとやっぱり僕もあれ もうしばらくはアクセスしなくていいってことになったら次どうするんだろうって思ってしまったことが思ってしまったんですよ。まあフリーランスなんで完全に安定するとか安心するってことはもちろんないんですけれどもいつも,いつもここら辺にちょっと不安とか胸の使いとか絶対ある,んあるっちゃあるんですけど差し当ててそうなってからといってすぐうわーって感じになるわけじゃないんで幸いえ幸い。 何をしていこう、どうみつ、何をしていこうっていう部分で、結構、あの、考えることが多くなったっていうのは正直あって、あ、だから、まあ、あの、今回、その、暇だから悩むんだなっていうのは、えー、結構共感するところは、えー、すごいあったんですよ。えー、やっぱり、その、あと、まあ、今年齢になってくると、僕、今、四十歳なんですけれども、自分から、えー、まあ、僕以外にも、結構、その、まあ、別に、今ファイアとか、全然、お金がなくて。 お金がそんなになかったとしても結構その俯瞰的に物事を見れるような状況になってきてる方って多いと思うんです。仕事とかにも慣れてきたりあの結構部下とかもできてくるんであのまあ自分はもう指揮官として何か来たものを振ってっていうようなでオブザーバーというか監督する形で周りを余裕を持って周りを見渡せるような立ち位置の方っていると思うんですね。そそうなっってくるとやっぱりそのまあ 特にあの上上司から何かうわーって言われることもえ怒られたりすることもまあそんな傾向多くはなくなってくるでしょうしえかといってその仕事は結構こなれちゃってるんであのまあ特に何も言われることがないえで特にその自分はあの手を動かすことも減ってくるっていうような状況になってくるとえやっぱりその自分から何か見つけていかないとっていうような。 えー、やっぱ暇ができるというか、あのーまあ、自分とはとか人生とはとか人はとか人間はとかなんか本来ちょっと答えの出ないことに答えを求め,ていくそう求めていくようなことになってしまうんじゃないかなと私も思っていて、えー、なのでなんというかそのある程度その、まあ、メンタルが自分は弱いって思っている方々はもしかしたら まあちょっと悩んでいるとかそういった方ってもしかしたらまあ暇だこれあんまりちょっとあの <laughs> え僕はそんなに率直的に物事を言いたくないのであれなんですけどもまあ暇というか時間が自分にあり余ってるからそういう状況になってしまうっているんじゃないかなと思ってはえって思うことも正直あります。なのでその自分が抱えている悩みは本当にその 例えばええー、てる悩みが人間関係だとしたらその人間関係に対する悩みなのかそれとも正直時間が有り余ってるからそういうことを考えてしまうのかっていう部分はほんと先ほどの、えー、僕があの話した投稿の方じゃないですけどそこを切り分けて考えた方が絶対いいと思うんで、あのーまあ、自分の置かれている状況っていうものをちゃんと冷静に、えー、判断していただいて。 あのもしそのお金が足りないんだったらあお金が足りないからこういう悩みが出てきているんだったらそのお金を稼ぐっていう方向にフォーカスした方がいいと思いますしもし暇だから、えー、なんかいろいろ答えのない命題みたいなことを考えてしまっているっていうことなんだったら、まあ、まあ何でもいいんですけれども、えー、まあなんか趣味を見つけるでもいいですしまあ、えー、ちょっと。 面倒、えー、くさそうな仕事をあえて買って,み買って,で買って出るとかでもいいですしまあ地域の活動であるとか、えー、なんかどっか旅行に行ってみるとか、えー、いうふうな形にしてまあとりあえず暇を潰していくっていうようなやり方も、えー、ありなんじゃないかなと思います実際に僕もその忙しい時ってまあまあ、まあせんまあ、け結構この夏も結構忙しい時期とかあったんですけれどもその時はもう。 暴に何も考える余裕がなくて逆に健全だったんですねで今、まあえー、その波が一応その忙しい波がちょっと今落ち着いてるんで、えーまあ、まあ結構、えー、週末とか余裕がある時もあったんですけれども、まあ、その時はやっぱりその何て言うかあれって思ってしまった部分あのあれ、えー、今日何しようとか、まあ、まあやることは全然あるんですけれどもあのー、まあ先ほど言ったように、えーまあ、僕結構考えたりするのが好きなんで。 人間とはとかなんかそういったことを考えてしまったこともあったかなと正直思ったんでこの話させていただきました何かの役に立てば幸いですもしよろしければこの動画が良いと思った方登録チャンネル登録などさせていただければと思っておりますそれでは